します。はい、文献紹介を始めます。今日紹介する文献は A Beam Search Decoder for Normalization of Social Media Text with Application というマシントランスレーションということで、SNS のテキストを何て言うんですかね、候補を作ってそれをビームサーチでいいものを選んで正規化して、でそれを機械翻訳に試したら良くなったっていう話です。でこの文献は2013年の NAACL で発表されたものです。で概要で言っちゃったんですけども、SNS とかのテキストっていうのは基本的に崩れた表記と言われます。これを解析するために一般的なモデルで解析するために、一般的っていうのはその新聞とかのテキストで学習されたモデルなんですけども、それに適応させるために崩れた表記の文っていうのを正規化します。正規化工法を列挙する方法を著者らがいくつか挙げており、それをビームサーチで選択していきます。でこれによって機械翻訳の性能の向上を確認しています。はじめになんですけども、SMS とかショートメッセージとか、マイクロブログのテキストっていうのは一般的に崩れた表記とか、省略語であるとかというものが使われています。これらっていうのは解析性能を低下するものとして一般に認知されています。例えば品詞付与の、タスクでは、彼らの報告によると一般的なテキストだと 90% なんですけども、崩れていると 76% で、依存構造解析の方は、20ポイントの低下となっています。でじゃあそのモデルをこの崩れ表記用に作るのがいいんじゃないかっていう話なんですけども、作るのが面倒くさいというか大変で現実的ではないということで、正規化するのが一番の近道と考えています。で、これまでの研究をざっくり概観すると、2013年以前っていうのは基本的に単語の置換のみで、一部消えた語の復元とかあるんですけども、大体単語の置換だけで、十分な、正規化ではないというふうに言っています。で、どんなものかっていうと、単語単位での置換で、ノイジーチャンネルモデル、統計翻訳と似たような感じで、置換を行ったりとか、CRF によって、E メールを正規化したりとか、多分系列を選ぶっていうだけだと思うんですけども、と同じように HMM で、単語を正規化したりとか、フレーズ単位で、崩れ語と普通の語の、フレーズのペアを獲得する研究とか、SMS とかの省略語に絞って、かなりその辞書を半自動で集めて、辞書を作る研究であるとか、ソーシャルネットワークの正規化、単語単位での正規化っていうのがあります。でここで著者らは、もう一度、崩れ表記について観察を行います。で、対象とした、言語対が中国語と、英語の翻訳になります。でそれぞれ、中国語は、Weibo、中国版 Twitter から200メッセージを適当に取得して観察をしています。で、この次のスライドで例を見せるんですけども、ざっくり言うと代名詞の、私っていうものがよく消えたりとか、あと、簡単詞がよく使われるっていうのと、これらが相重なってか単語分割がうまくいかないっていうのが中国語の大きな特徴となります。で英語のコーパスはどうかというと、NUS、SMS、ショートメッセージのコーパスから同じように200メッセージ適当に取ってきています。でこれを見ると、省略語がまず、英語なので何ですかね、あなたを示す U とかっていうのをアルファベットの U で書いたりとか、あとは冗長な簡単詞、そのびっくりマークみたいなものが連続したりとか、そういうふうなものが多く、あと、B が消えるっていうふうな、それぞれの対象とする言語で、崩れ語を観察しています。で、どんなものかっていうと、同じなんですけども、これカテゴリが左でこっちが、中国語でこっちが
英語です。で、まあ、代名詞がこれはあれですね、この丸が消えるとか、この句読点がちょっと消えるだけでも、まあ、モデルには結構その普通のテキストは句読点があってそれで考慮されているので影響があるということです。とか、まあ、発音がなんか似てるものはなんか別のもので、代替されるとか、まあ、新語の話とか、まあ、この簡単詞が使われるとかっていうのがあります。で、英語の方も分かりやすいのがこの省略語とかです。で、まあ、これが頻度になってて、200文取ってきてるんですけども、まあまあの割合で含まれているようなものになってます。で、ここからが、まあ、方法です。まあ、彼らの方法はざっくり言うと、まあ、先ほどの、まあ、このようなものを復元する候補っていうのを、生成する部分と、まあ、それぞれを、まあ、そのデコードする段階で候補を作って選んでいく、まあ、ビームサーチの段階っていうのがあります。で、候補の生成っていうのはああいう単語の、まあ、置換であるとか句読点の復元、まあ、あと省略された語の、まあ、復元とかっていうものを含んでいます。で、まあ、ビームサーチで、それ経路を選んでいきます。で、句読点の復元なんですけども、まあ、ちょっとはっきり分からなかったんですけども、 CRF をちょっと拡張した DCRF っていうものを使っているようです。で、句読点は、まあ、挿入か削除か置換を行って標準的なテキストに近づけています。で、まあ、ここがなんか彼らの仕様なんですけども、こういう崩れたものでも句読点をきちんと、復元できる、まあ、検出できると、まあ、それはある種文教会の検出に近しいので重要だと信じているというふうに主張をしています。で、ちょっとこの層は分からなかったんですけども、まあ、クエスチョンマーク、まあ、クエスチョン始まりっていうのがあって、まあ、その他その句読点が、まあ、あるかどうかみたいな、この挿入削除置換っていうのを、まあ、いろんな組成を使って、検出をしています。まあ、例えば、まあ、ユニグラム組成、バイグラム、トライグラムで、あと、まあ、普通にこの句読点の組成っていうのを加えています。で、まあ、これで学習する時の工夫としてはもう単純なんですけども、まあ、SNS のテキストを集めていちいちアノテーションするのは大変っていうのは先に言ってるので、人為的に普通のコーパスから、まあ、ランダムにそのそれらしい確率で、事前に計算をしておいてそれらしい確率で句読点を抜いたものっていうのを学習に用いて復元をします。で、次が、消失した語の復元なんですけども、まあ、先ほど言ったように中国語では、まあ私で、英語では B っていうのがよく消えます。で、これも同じく CRF で復元を行います。まあ、タグ付けですね。で、まあ、復元何もしないノーンか B か Is か A か Am かっていうふうな5つのタグっていうのを用います。で、組成には先ほどの句読点の復元と同じ N グラムの組成を用います。で、またトレーニングも同じように B を、それらしい確率で、消したコーパスっていうのを使って学習させてタグ付けを行っています。次が、デコーダです。これはまあ簡単な概略なんですけども、まあ、最適な正規化っていうのを探索します。で、例えば英語で、まあ、多分これ Where are you ですかね、だった時に、まあ、辞書を見たりして、まあ、これがどうやら You であるっていうのが、まあ、最初にまずその復元できること。で、そこからこう候補があってどっちにしようかっていう時に、まあ、それぞれここの、まあ、重みというか計算をするんですけども、いい方を、まあ、どんどん選んでいくっていう風になってます。で、まあ、いくつか候補はもちろん出てきて、まあ、それを探索していくのが、まあ、ビームサーチになってます。まあ、やってることは本当にここと同じで、まあ、現段階から分単位でその新しい推測っていうのを候補を作って、そこからいい仮説を残すために評価、まあ、ある評価関数で評価をして、どん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 選んでいきます。
で、そこのまあ評価スコアの計算なんですけども、まあ、いくつかその復元とか、それぞれのまあ方法に対して計算を行います。で、まあ、ある仮説をまあ H で組成を F とした時に、まあ、スコアはある仮説のスコアっていうのが、まあ、それぞれの組成とこのまあなんか別の方法でそのいい重みを決める方法っていうのがあるらしくて、まあ、それで重みを決めて復元時のそのスコアの計算を行います。この組成っていうのがどれぐらい、この3つですね、言語モデルでそれがまあ流暢かどうかっていうのと崩れ語がどれくらいあったかっていうのと、まあ、復元の回数が復元を何回行ったかっていうふうな観測に基づく組成となっています。で、ここからが、実験です。翻訳モデルの学習には IWSLT、会話対話コーパスですねの中国語英語コーパスを用いています。で、中英英語中国語両方とも言語モデルは、LDC が公開しているギガワードコーパスの、まあ、それぞれの言語で言語モデルの学習を行っています。テストとチューニングは、中国語英語の翻訳ではウェイボーからあいや違いますね両方とも、ウェイボーから中国語の方は、1000メッセージ集めて英語の方はこの SMS から集めて、で、人為的に、これそれぞれ対訳を作っています。で、半分をテストセット半分をチューニングとして使っています。で、実験結果です。左が中国語から英語の翻訳、右が英語から中国語の翻訳になってます。で、これがベースラインで、オラクルっていうのがその自分でその SNS のテキストっていうのを正規化ちゃんと正規化して翻訳させたもので、ここから下が、この人たちの手法でどんどん組成を加えていった時の話です。で、まあ、まず単純に、このフレーズベース、まあ、ラティスでもいいんですけども、まあ、ベースラインと比べて、彼らのいろんな組成を加えるとブルーチで、まあ、翻訳の性能は2ポイントほど上昇していて、まあ、正規化も、10ポイントほどうまくいってるっていうふうになります。で、英語の方もだいたい同じで、その正規化によって悪化するっていうことはなく、2ポイント1から2ポイントほど上昇をしています。で、ここで、辞書組成から辞書組成を加えると、これでそこから句読点とかっていうのを加えると、性能がかなり7ポイントほど良くなっています。で、その他なんですけども、デコードの速さっていうのがだいたい1文あたり 0.2 秒となってます。で、あと人で評価を、してるんですけども、LT25 ですかねっていうのが、句読点とか、あとこの IM とかっていうのがちゃんとこことかですね挿入されています。で、こうすることで出力がもともとやと、ちょっと崩れてるんですけども、ちゃんと挿入を行って翻訳を行うと翻訳がうまくいってるというふうになってます。なので、ここですね、IM っていうのが省略形なんですけども、これをちゃんとこうやってやってやることで、私っていう風な情報がちゃんと出力できてるっていうのが、人で評価でも分かります。まとめです。ビームサーチで SNS のテキストっていうのを
正規化しました。正確には、回答の候補を選んで正規化をしました。で、句読点などの、挿入や置換などさまざまな方法で正規化を行いました。結果、正規化によって、中国語、英語、英語、中国語、両方向の翻訳で精度を向上させました。以上で発表を終わります。